日本徳島県小松島市立江町立江町は徳島県小松島市の町名。2021年12月末現在の人口は1698人、世帯数は725世帯。郵便番号は郵便番号773-0017。小松島市の南部中央よりに位置する。西は串淵町に、南は 向山山地を境として阿南市に接し、北西は田野山地を境として田野町と接している。串渕町からの延長として田野山地と向山山地が西から東に向かって広がり、両山地の間の平野部に出電が展開している。中央部は立江川が倒流して小松島湾に注ぎ赤い志向となっている。東は大林町に接して、 境界線に近く JR 麦線が南北に走り、立江駅がある。徳島県道136号偶走徳島線が、ほぼ東西に通じており、徳島県道28号阿南小松島線が、平野部を縦断して山間部に通じている。立江寺を中心として、門前町が形成され、商業地となっているが、その他は、農業が主要な産業で、 農村集落が形成されている。稲作を主要作物としながらも、給料面においては、竹の子山桃が生産され特産品となっている。昭和32年より、長郡達江町が小松島市に編入され現在の小松島市達江町となる。昭和45年に一部が赤石町となる。達江記者、ありがとうございます。